今週の推しメンは新潟県のご当地ラーメン長岡生姜醤油ラーメン。本場顔負けの一杯を都内で味わえるあの名店へ突撃します。こんにちは、ラーメン王冠の松本です。仕事終わりに駆けつけたのでもう夜ですけど、今週の推しメン第5話は甲州街道沿い新宿から京王新線で3分の便利タウン幡ヶ谷の地で愛され続け18年目を迎える新潟長岡生姜醤油の名店、生姜醤油専門がむしゃら幡ヶ谷本店へ。8月10日に店舗と味をリニューアルオープンしたばかり。新潟出身の店主が放つラーメンフリーク大注目の最新の一杯とは果たして。広々とした作りの L 字型カウンターの店内、揃えたメニューは生姜醤油ラーメンに塩生姜ラーメン、背脂入りの生姜醤油ラーメン、さらに各種のつけ麺と生姜尽くしの構成。今回は特製の生姜醤油ラーメンをオーダー。店主はこの男、蓮沼司さん。はい、おはようございます。ありがとうございました。新潟で生まれ、料理人を目指し上京。フレンチの世界で腕を振るった後、地元ご当地ラーメンを東京で広めるべく一念発起、ラーメン店主へ転身。以降、東京ラーメンシーンを牽引する人気店の地位を確立。18年経ち、本店の改修とともに味もリニューアル。はい、お待たせしました。はい、お待たせください。今、自分が一番食べたい味に近づけたという理想の生姜醤油ラーメンをいただいちゃいます。ラーメンはラーメンタレというそそられるビジュアル。チャーシューを筆頭にナルトや味玉、メンマ、ほうれん草、海苔。いただきます。まずはスープから。動物系と香味野菜などから抽出した厚みのある出汁にふくよかな醤油が際立つスープ。以前は生姜がビシッと効いていましたが、今はじんわり広がる設計。全体のバランス感を高めつつ中毒性も残す絶妙ライン。続いて麺。以前はストレート麺でしたが、少し縮れを加えた中細麺。スープとの辛みがさらに増した印象。すすり心地も抜群ながら、見た目よりももっちり食感に驚きます。製麺所の名門三河屋製麺と二人三脚で作り上げたがむしゃらの麺。麺の水分量、加水率が通常より 10% 以上も高め、水分たっぷりな分プルプルでもちもち。その上でスープの出汁感を完璧に捉えた仕上がりです。続いてチャーシュー。豚の腕肉を醤油でじっくり炊き上げたもの。ほろほろ。特製の注文が殺到し、厨房はチャーシューを切り分ける作業にも追われていました。ご当地麺ならではの素朴さを残しつつも、蓮沼店主の技術で肉料理としてシンプルに美味しくて、これはバクバク食べちゃいます。メンマ。乾燥メンマを水で丁寧に戻して味付け。コリッとした食感の残り具合が何よりすごい。ほうれん草。都内では家系ラーメンの相棒としての印象が強いかもしれないですが、長岡醤油ラーメンにも欠かせない具材。生姜に醤油という和の味付けはほうれん草にもぴったり。味玉。箸で持つからにしっかり茹でられた感触。割ってみるとやはり黄身までしっかり火が入ってます。しっかりと固まった黄身にスープを浸してまろやかにして味わうのはたまりませんよね。海苔。海苔は麺に巻いて食べちゃいます。ほうれん草と同様に醤油や生姜と相性抜群。大事だよね、気持ちの根っこ、生姜も根っこ。ということで卓上に用意されているのが無料のおろし生姜。後半戦に追い生姜として投入しましょう。とはいえパンチがあるので入れすぎないようにレンゲでスープに溶かしてごくり。一気に攻めた味わいへ。一気に体がポッカポカ。最後に残しておいたナルトで締めて。こめかみから汗がにじんでますね。生姜の効いた極上のスープを最後まで堪能して、あっという間に完食。丼の底に輝くがむしゃらの文字。お腹いっぱい食べたい方は大人気サイドメニュー生姜カリーもぜひ。生姜尽くしでさらに体ポッカポカ。30代40代は自分なりの生姜醤油を作りだ。50も超えるとちゃんと王道を作りだけど、その思いがはっきり伝わる王道の新潟長岡の生姜醤油ラーメン。まさに今週のおしめにふさわしい一杯でした。ちなみに店内に飾られたこちらの見事な賞、品そば屋の佐野勝利店主からお祝いとして寄贈されたもの。写真撮影 OK とのこと。お邪魔しました。リニューアルおめでとうございます。ありがとう。今週のプレゼントは栃木のご当地ラーメン佐野ラーメン、田村屋のお土産麺。なんと抽選で10名様にプレゼント。応募方法の詳細は動画の概要欄をチェック。応募のキーワードはこちらです。毎週プレゼントが当たるラーメン王冠公式 YouTube 動画も続々と公開中。
チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。